ヴィンセンツオペルージャモナリザをスモックの中に隠してそのまま警備室の前を通ってルーブル美術館の外へ出た警備員は水をペールに組みに行っており席を立っていたのであるこの時の美術館の理事たちは悲鳴された国境こそ封鎖されたが警察は単独犯行説を取らなかったため捜査は難航した上に別の美術説当犯と関係のあった詩人の アポリネールを犯人として5人逮捕するという事件まで起こした。一方でペルージャは2年もの間パリの自分のアパートメントにモナリザを隠していた後絵を抱えてイタリアへ戻っている。やはりフィレンツェでもアパートメントに絵を置いていたが、次第に自分が我が国の誇りの象徴が手元にあることを黙っていることができなくなり、結局この地でギャラリーのオーナーをしていた。 アルフレード・ジェリーと連絡を取ったことが契機となって逮捕されてしまった。ジェリーとペルージャの話は食い違っているが、モナリザを盗んだ男がその祖国に絵を帰還させたことの報酬を期待していて売却を持ちかけたことは明らかだった。そしてジェリーによれば、ウフィッツイ美術館の館長だったジョバンニポッチが呼ばれ、この男が絵を本物だと証明した。そして二人は、 保護のため絵画を手に入れると警察に連絡を入れ、ペルージャは泊まっていたホテルで逮捕された。盗まれた絵画はイタリア中で披露され、新聞の一面にその期間を喜ぶ言葉が並んだ後、1913年にルーブルや返却された。ペルージャも6ヶ月という短い期間で牢から出てきており、第一次世界大戦ではイタリア軍の兵士として従軍した。 結婚して三人の子を設け、フランスに戻った後は、徒良庫を開いている。ペルージャは1925年10月8日に、フランスのアンヌマスで亡くなった。その死はメディアで大きく報道されたわけではなく、死亡記事も、別のヴィンセンツオ・ペルージャが1947年に、フランスで亡くなった時に間違って出されただけだった。モナリザの消えたサロン彼モナリザを盗んだ理由には、 大きく分けて二つの説がある。ペルージャ自身は愛国心からだと説明している。つまりこの絵をイタリアの元に取り返したかったということだ。元はナポレオンに盗まれたという主張である。精神鑑定をした医師がペルージャを単純な男だとしていることもあり、同期として疑わしい点は特にないが、おそらくペルージャはモナリザを描いたレオナルドが、 フランスは一世の宮廷画家になるため、フランスに行った時に贈り物にしたことを知らなかったのだろう。これはナポレオンが生まれる250年ほど前の16世紀の出来事である。とはいえ専門家は愛国心という動機に疑問に感じてもいる。もしそれが本当ならば、ペルージャは売却して利益を得ようとせずに、イタリアの美術館に絵を寄付したはずだからである。しかし、 ペルージャは2年近く目地を閉ざしていた。裁判にかけられたペルージャには、愛国心から犯行に及んだことがある程度認められ、温情的な判決が下された。1年と15日の懲役だったが、イタリアでは偉大な愛国的行動だと称賛され、実際に牢獄に入っていたのは、数か月足らずだった。後世になって、別の説が提出された。説盗は、 エドアルドでバルフィエルノの助力を得ており、むしろ裏から操られていたというものである。この詐欺師は、フランス人の元作者エブショードロンに絵の複製を依頼し、失われた新作として売り裁こうとしたのだ。模造品は、新作が盗まれたならば価値が高まることになる。この説はほぼ全面的に、1932年のサタデイブニングポストに載ったジャーナリストの、 カール・デッカーの記事を元にしたものだ。デッカーはバルフィエルノを以前から知っており、1913年に直接本人から聞いたことだと主張している。そしてバルフィエルノが死んだということが知られるまで活字にしないことを条件にしたのだというが、いずれにせよこの話は第三者の検証を経ているわけではない。ただモナリザが盗まれて100年後の8月21日に、 イタリアのドゥメンツァでペルージャを英雄と称える演劇が上演されたということだけは確かである。ありがとうございます。